こんにちは。本日は Amazon プライム感謝祭で購入した商品を紹介します。それはキオックスや 2TB 内蔵 SSD で、Xperia Plus G3 SSD CK2.0 N4PLG3N です。この商品なんですけれども、私が所有しているパソコンについている 1TB の内蔵 SSD の容量をアップするために購入しました。本日は、キオックスや 2TB 内蔵 SSD、Xperia Plus G3 SSD-CK2.0 N4PLG3N の購入と開封、そして私の感想をお伝えします。まず商品の紹介をします。こちらの動画をご覧ください。こちらはですね、Amazon の販売サイトになります。キオックスや内蔵 SSD2TB NVMe M.2 Type2280 PCIe Gen 4 by 4最大読み込み 5000MB 秒国産 BICS フラッシュ TLC 搭載国内正規代理店5年保証 Xperia Plus G3 SSD-CK2.0 N4PLG3N ですね。国内正規代理店保証品となっています。プライム感謝祭セールで 15% オフで17,780円ですね。この商品についてということで、こちらに説明がありますね。こちらに詳細情報ですね。そして商品の説明がこちらにありますね。こちらカスタマーレビューですけれども、平均は 4.6 になってますね。ある程度高い評価ですね。以上です。こちらはですね、キオックスやのサイトになります。Xperia Plus G3 がこちらで紹介されています。容量は 1TB と 2TB 2種類があります。そして、シーケンシャルリードライトが最大で 5,3900MB 秒ですね。ランダムリードライト最大でこちらになっています。そして特徴はこちらですね。BICS フラッシュ NVMe 1.4 準拠。フォームファクターが M.2280。PCIe Gen 4 by 4。SSD ユーティリティマネジメントソフトウェアに対応しています。そしてこちらは詳しい製品仕様ですね。容量寸法、容量は 1TB と 2TB で、フォームファクターが M.2 Type2280S4M、インターフェースが PCI Express の Revision 4ですね。フラッシュメモリータイプが BICS フラッシュ TLC、インターフェーススピードが最大で 64GT スラッシュ秒ですね。会計寸法がこちら。インターフェースコマンドが NVM Express Revision 1.4 ですね。そして質量がこちらです。そして性能、シーケンシャルリードが最大で 5000MB 秒ですね。シーケンシャルライトが最大で 3900MB 秒。ランダムリードが最大で 1TB と 2TB がこちら。そしてランダムライトが最大でこちら。総書き込み容量 TBW が 1TB が 600TB、2TB が 1200TB です。MTTF が150万時間です。動作環境と保護性能ですね。動作温度は0度から85度。保存温度がマイナス40度から85度。適合規制はローズ適合です。耐衝撃性がこちら。耐振動性がこちら。電源電圧が 3.3V プラマイ 5%。そして消費電力がこちらですね。そして互換性がこちらです。
その他として製品保証がですね、5年間ついています。あとこちらは製品の型番がこのようになっていますね。あと他の製品との比較がこちらにあります。以上です。では次に実際に商品を開封、動作チェックをしていきたいと思います。こちらの動画をご覧ください。では商品を開封していきたいと思います。こちらがですね、届いた商品です。キオクシア 2TB、シーケンシャルリード最大 5000MB 秒ですね。エクセリアプラス G3 NVMe SSD ですね。5年保証となっています。裏はこんな感じですね。では開封していきます。こちらですね。かなり小さいですね。そしてこちらは取扱説明書ですね。そしてお問い合わせ先がこちらに書いてあります。販売元は株式会社バッファローですね。電話番号は0570からになってますね。有料ですね。そしてこちら約款とかが書いてあります。あと保証書ですね。そしてこちらはですね、安全上のご注意ということで、こちらの部分は高温になるんで注意してくださいという警告になっていますね。あ、こちらは他の言語で書いてあります。ではこちらをですね、実際に動作チェックをしてみたいと思います。こちらはパソコンの内部になります。こちらの部分に取り付けることになるかと思います。こちらはヒートシンクになります。このような感じでですね、SSD を取り付けます。取り付けが終了しました。こちらは BIOS の起動画面になります。取り付けた SSD がちゃんと認識されています。こちらはですね、クリスタルディスクインフォで見た新しい SSD の状態になります。Windows のディスク管理はこのようになっています。
正常に動作しているようです。いかがでしたでしょうか。今回キオクシアのこの型番の SSD を選んだのは、価格が安くなっていたこと、そして私が利用しているパソコンのマザーボードで動作が可能だろうと思ったからです。私が利用しているマザーボードは ASRock の B760 Pro RS/D4 なんですけれども、このマザーボードで動作保証している Hyper M.2 SSD の中に、キオクシアの Xperia Plus G3 型番が LSD10Z002TG8 というものがあります。この型番は私が購入した SSD と違うんですけれども、スペックを見ると同じなんですよね。多分販売先が異なるために型番だけ変えたのだと思います。Hyper M.2SSD は場合によっては動作しないということもあるので、できれば動作保証があるものを選ぶといいでしょうね。昔私はパソコンの自作などもしていましたので、パソコンの部品の取り付けは結構やってました。しかし最近あまりしてないので、今回はいろいろ勉強して学びがありました。現在のパソコンは性能がかなり上がりましたけど、ソフトウェアのサイズも大きくなってしまっているので、動作速度は驚くほど速くはなっていません。もしソフトウェアサイズが昔のままだったら、かなり爆速だと思いますけどね。近いうちに SSD の置き換えを行おうと思っていますので、その時にまた動画でお伝えするかもしれません。本日の動画は以上で終わりです。ご視聴ありがとうございました。